よし。晴れないな、まあ、晴れられると暑いんだけど景色的にいまいち。
ちゃんと聞こえるようにこんにちはって返事できなかったのが。京都市までまだ12キロあるか。
超えたか。なんか休憩するか。風が通るとこで休憩したいな。風来るかな。あんまり来ない。来てるかな。いまいちだな。
電波は、あれまだ繋がってる。これは、なんだっけ、このマダラチョウの名前なんて言ったっけ、アサギマダラか、アサギマダラ。お、この塚にもう下ってくる人が、こんにちは。荷物がないから練習というか、この辺の人かな。涼しい。
三笹湖からまだ3キロしか来てない。これ林道大河原線、林道大河原線なのか。あ、雨だ。どうかな、ひどくなるかな。うお、キツネだ。本州でキツネ見たの初めてだ。いるとは聞いてたけど、北海道以外でキツネ見たのは初めてだ。写真撮り損ねたけど、動画で小さく写ってるはず。あ、いるいる。どこだ、これか。違う。これはここだ。よっ。あ、行った。ああ、取れた取れた。どのぐらい取れてたかな。お、だいぶ荒いけど表情が少し分かるぐらいには撮れてる。そんなに臆病でもないってことは、もしかして餌あげてる人とかいるのかな。あ、いいもん見れた。本州での初キツネ。あとは天も一回だけ見たことあって、あとはカモシカ見てみたいな。そんなに珍しくはないはずなんだけどな。鹿ならいっぱい見たけど、カモシカはまだちゃんと見たことがありません。
ますし、お、この辺りも白樺だ。お、木いちごだ。もみじいちご。綺麗なやつがあれば一個食べていきたいな。他には、あ、そのあたりも結構あるな。あ、でもあんまり大きな実はなってない。あんまり綺麗で大きいのはないな。あ、この辺りいいかな。ちょっと中にたまに渦みたいなのが入ってることがあるんで、ああ出てこれてんな。ちょっと綺麗な辺りだけ少しかじってみようか。うん、あ、これ結構綺麗だ。なんと、こんなんです。うん。うまい。ででで、そう、トゲがトゲが。ああ、これなんかちょっと潰れてるな。あんまり大きいのないな。やっぱり動物に食べられたりしてるのもあるから、あ、刺身とこの辺りの方が大きいな。よっ、ああ、これいいな。アリがついてるけど、ああ潰れてる。
まあいっか。なんかあの山菜とかの図鑑でもこのもみじいちごは特に美味しいみたいなことが書いてあるんですよね。癖があんまりないし、あとあのなんか独特の風味というかやっぱ美味しさがある、甘み系のなんか本当にお菓子みたいな風味があるんですよね。どっち入れたっけ、こっちか。うわ、ん？漏れてる？ってことはないか。めっちゃ美あれ、ちょっと。よっと。あれ、ああ、バナナが随分上に上がってる。おでこのあたりで汗が溜まりやすくなったと思ったら。スピーカー外しとくか。
今のなんだ、種類分からんな、模様は見えるのに。これでようやく1300ぐらい。
これで2時か。やっぱ16時になるな。峠に着くのは多分16時ぐらい。姿勢変更、ずっと座ってるとなぜか背中が痛くなってくる。少し景色が見える。シメジとかああいうのじゃないかな、ナメコとか。涼しい。人が。
こんにちは。走ってんの。まあ峠まだあと半分ぐらいあります。上りは今日は大河原峠越えて立石の向こうの方に抜けます。何時間かかる？あと 2,3 時間ぐらい。ありがとうございます。やっぱ立石のスカイラインまだここそうなんだから、林道小川原線と立石のスカイラインが少なくとも一部は被ってるんだ。しかし立ちこぎが続かなくなってるな。前立ちこぎ状態の方が楽だったぐらいなのに。座りこぎだと、まあ、長時間できるけど背中痛くなるのと、あと妙に遅い気がする。立ち込みの時に比べて。ちょっと軽くなってきた。もうすぐ1400。休憩しよう。
風が来てないな。来てるかな。電波はもちろん、あれまだ中で来てる、すごい。繋がってはいるけど、データは全然流れてこない。風来た、風来た。眠たくなるな。でもまあそれなりに寝たから大丈夫なはず。それ登りで寝たって倒れるだけだし。
景色見るとこほとんどないな。ここも木がなければ向こうに見えてるみたいだけど、ちょっと勾配が上がってきた。でも進まない。ミニやらが
真向かい風はちょっと走行に影響がある。熊笹だ。今日はなんか血流とかの不足で酸素不足になってる感じがする。なんか頭が、特にこの今漕ぐのやめると足の動きの分の、あの血液のポンプが働かなくなるから、途端になんか頭がぼやっとする。ぼやっとそんなひどくはないんですけど、いや、なんか影響あるな。カモしかいないかな。ああ、まだ500万の500以上あるのに標高差が。これじゃ麦茶飲み切って水に手出すことになるな。あとは選挙都市に自販機があればいいけど、多分ないんだろうな。あ、こんにちは。下、違うだ。まだ繋がってる。やっぱ止まると頭がぼっとするな。なんか軽い立ちくらみってほどじゃないけど、なんかそれ方向のぼーっと仕方が、これ上向くと特にそうなんだな。よし、あ、もう見えなくなった。
っかりだ、はあ、晴れるんじゃなかったんか。あ、そうだ、レンズに雨とか草むらに落ちた時とか汚れがついてないな、大丈夫だよな。これは汚れじゃないよ。現在地書いてない、これ。宣教都市は書いてないな。ゆるぎ石、畳石、スキー場で、大原とゲット。ゆるぎ石も畳石も見てないな。
なんか雲の形が変。なんだこの雲。形というか模様というか、なんか変な、なんて言うんだろうこれ。こっちだけだ。わ、よいしょ。揺るぎだ、揺るぎした。どんだけ向こうにあるんだこれ。地図だと載ってないかな。あー、だいぶこの道だいぶ伸びてる。ああ、別ルートで登るみたいになるな。しかも行き止まりだ。パス。
もうちょいで1600。これは前綿毛が生えてたあれじゃないかな。綿毛が生えてた何らかの植物。あ、語彙がない。確か昔向こうの角間川林道というのを下っていった時に、あたり一面綿毛が舞ってるエリアがあって、それが確かあの木からじゃなかったかな、違ったかもしれないですけど、確か柳の木かなんかが一斉に綿毛を吐き出すことがあるらしいので、もう柳っぽくはないな、これは。あ、1600超えた。一旦あそこまで行って休憩。あと3、4キロぐらいで線形落とすかな。繋がってる、放送できたかもしれないの、こりゃ。
風音すごいな。そんなにビューブ吹いてるの感じるわけでもないのに。風音だけはなんか台風みたいな音がする。
この音は寮の犬のビーコンかな。1700m。 よいしょ。ふう。なんかやっぱり少し立ちくらむような感覚がと。ルにはそんなに風強いって感じじゃないのにな。70くらいなのかな。ってことはまあ2100まで見といた方がいいか。あれ、さっき見た人のような気がするんだけど、気のせいかな。そこの上の蛍光グリーン。こんにちは。まさか角曲がり度を取って2周目とかないよな。3時か。全然晴れないどころか、下から見てた通りどんどん雲が近づいてくる。
そうだ、3時になったら、3時になったら次の 100m ぐらいの時に補給食にしよう。この先は只見市なのかな、これは違うかな。やってるところでショートカットしてる。さっきのところショートカットになるんだ。あ、もしかしてこれは景色見えるかな。
何も見えないな。山しか見えない。もうちょい左方向が市街地なのかな多分。でもないか。いやそうだ多分あっちの方が市街地かな。お、なんか向こうは天気が違う。林道ガラセン来てんて。うん、なんでか下ってる。ここのところ、ここ下る必要ないだろう。選挙都市の建物かな、あの辺りはの別荘群かな。なんか見えてきた。密集してないで、こうやってバラバラに見隠れしてる感じなんですよね。まあ見た時と多分一緒だ。景色が見えてるような見えてないような。お、ちょっと見えてる。しかし微妙だな。よし。そう、なんか、おは丁寧語で冗長かと思って、あえて省いてみました。実はまだ峠越えてません。峠の標高下200メートルちょいぐらいのとこです。まだ200何十メートルぐらいあります。で、ここは選挙都市。途中でですね、GoPro が止まっちゃってですね、GoPro が一旦電池切れになった後、その後のUSB 給電を受け付けなくなっちゃいまして、充電受け付けなくなっちゃいまして。で、よく見たらなんか電波届いてるんで、GoPro ができない、録画できない腹いせに、少しでもその情報を残そうと思って。で、選挙投資っていうのはですね、千人の千に、秘境の境です。で、そのあたり一応ベストだらけなんですよ。だらけなんですけど、大体、死んでると思います。このあたりは別荘がいっぱい立ってるんですけど、そうそう、さっからじっとしてるとですね、汗のせいで虫が集まってきちゃって。あ、GPS。GPS、ポケットマネー、このあたりですね、確かさっき100坪300万って書いてありましたね。で、これが動かなくなった GoPro です。役立たずめ。なんか充電しようとしても、ボロック、屋根に穴が開いたりするのびっくりしますよね。GoPro は、
今 GoPro 動いてないんですよ。悔しいんですよ。まあ天気が悪いからいいやとか、あのさっきまで一人で言い訳してたんですけどね。別荘が、まあ確か私10年前に来た時もこんな感じでしたよ。この辺り緑色のテープかなんか巻きますかね。で、さっき iPhone も電池切れしちゃったんで、じゃあ今ここ出しますね。電波この辺あるんだったっけ、エリア地図上。メカ前の GoPro、 そう、今回ですね、もういいやと思って持ってこなかったんですよ。昨日悩んだんですけど、持ってくれよかった。悔しい。位置情報送信中。行かない。入った。カッティングシート、あ、自転車ですか。自転車のなんかデザイン上の自転車の改造ってやったことないな。来ましたかね。場所わかりますか。それでやった。というわけで電波がどこまであるかわかんないですけど、テンションむちゃくちゃ落ちるんですよ。でさっきその GoPro が充電できないっていうのを10分か20分ぐらい立ち止まっていじってたんですけど、そしたら寒くなってきて、で寒くなったらなんか急激に眠くなってきたんですよ。でさっきその GoPro いじりながら立ったまま寝てました、しばらく。気がついたら、あ、Android 持ってきてないんですよ。今これパソコン配信です。でとりあえずこの辺り景色的に少し面白いんで。こんにちは。立ち寝しちゃってました。ここなら高画質ですからね。そう、 GoPro が撮れないのがめちゃくちゃ悔しい。だから頂上付近に行ったらもうデジカメでも何でもとにかく映像撮ってしまうと思ってますけどね。うん、何の連動？え、ツイッター連動聞いてないですか、また。おかしいな。いや、してるつもりですよ。だって今日朝の枠ではちゃんとできてたし。で、この辺りは寒いんです。ですね、まあ空がこんな状態っていうのもあるんですけど、じっとしてるとかなり寒くなってきてます。なのにまだ湿気が高い。で、この辺りはこの熊笹の間に別荘が散在してるっていう、普通別荘地ってもうちょっと密集してるもんだと思うんですけどね。本当にバラバラにあるんですよ。あ、今これ繋いでないからな。一応繋いどっか。こんにちは。くそー、GoPro2 持ってくればよかった。天気のいい時また来ないと。こんにちは。こっちは寒いですよ、本当に。あれ、あ、そうか。食事配信の時のオートフォーカスのままか。こっちは寒いですよ。ただ汗かいた上での寒さだからちょっと気持ち悪いな。いや、天気はですね、麓の方はまあまあ明るい曇りだったのが、こっち来たらどんどん暗くなってます。さすが長野ですね。長野、まあここ標高もう1800、あ、1900まで来てますからね。北部九州は大雨です。あ、まだ大雨。なんか記録上最高の雨が降ったっていうニュースがありましたよね。うん、え、八木さん、どこのソフトクリームですか。ニッパラって聞こえたけど、ニッパラってあれかな、奥多摩の向こうのルークスの次の、ですね、そうだ、ないんですよね、もう。パナソニックの、レッツノート J いくつだっけ。え、まあ、あと、ですね、1時間分ぐらい登るのかな。標高差2、300ぐらい。あ、あれか、ツワノと、マスダの間か、あそこですね。あそこか。私はあそこを通過したとき雨降ってたんですよね。だから6に寄ってない。シルクウェイ日原ですね、確か。道の駅。あ、日原でしたっけ？日原じゃなかったっけ？よし、というわけで。分厚い、そうですね。JX だったっけ、片目は。で、JX のシリーズも今ないんですよね。売ってはいるんだっけ？タブレット系シリーズに置き換えられちゃって。マウンテンバイクの調子はまあ、そこそこ。本体が重たいので、輪行の時にずっしりきますね。で、それ以外は特に。ポッキー界。ポッキー界っていうなんかそういう世界があるのかと思った。はあ、で、さっきからなんか足もやたら重くなってきたんですよ。上に来るに従って。これもしかしてなんか酸欠に近い状態なのかな。たかだか標高2000ぐらいで。Windows 版のアロタブとかどうだろう。アロタブ。ああ、富士通、アローズは富士通でしたっけ。次はウィン8のタブレットがいいね。そう、チタンマウンテンバイクが復活できたら、
これよりはるかに軽い。で、輪行もしやすい。乗車。まあ、重いっちゃ重いんですけどね。荷物まで含めて。カボン。8インチ。パナチタン。いやー、多分どっかに頼めばできると思うんですけどね。GoPro 明日まで復活しなかったらやばいな。あ、もう電波ないんか。やっぱり一瞬だったんですかね。電波あかんね。電波あかんか。一応つなぎ直してみるか。で、この分だと峠5時ぐらいになって、で、降りて6時に、宿だからギリギリだな。夕ご飯6時半からなんです。あ、復活してる。今大丈夫ですね。いや、まあ、カーボンはリンコの時に凹みそうで怖い。実際このアルミのマウンテンバイクも一部あの、キャリアと干渉して削り始めてるところがあります。今大丈夫ですね。じゃあ電波の村だ。うわぁ、屋根が。これ木の板の状態っていうのは、上のトタン的なものが剥がれた上で、さらにその下の木がダメになっているってことですよね。いや、雨は一部ほんの少しパラパラ来たところありますけど。お、緑が濃い。おっと。朽ちてますね。で、冬の間、あそこから雪がじゃんじゃん入ってるんだろうな。アットースタブ、Wi-Fi、草55、10インチディスイカ略、鳥の声が癒されるね。鳥の声。さっきまで風がもっと、風音がすごかったんですよ。台風とまではいかないけど、やたらゴーゴーうるさかった。良い感じにさびれてるね。良い感じ、良い感じかな。自動では出ないです。いや、特にパソコン買い替えまだ大丈夫です。これを、あの、野菜ニンニクさんっていう人から譲ってもらったというか、安く買ったというか、の、あの、前と同じモデルで、実際 SSD はそのまま移植したりしてるんですよ。で、前のルークスは、本当にもう液晶が漏れたりしてたんで、やばい状態でした。あれ、いい感じかな。完全に廃墟だと思うんですけど。あっちにも廃墟ありますね。屋根がへこんでる。峠は確かまた電波ないんですよ。ニンニクの目の炒め物食べたくなった。ニンニクの、野菜ニンニクさんは、二郎の、あれが、あの、名前の元ネタだって言ってました。別荘地なん？別荘地だったとこですかね。今でも何いくつか生きてるっぽい別荘あったんですけど、ほとんどは廃屋みたいになっちゃってますね。冬場はまともに住めないだろうしな。あの、商店とかそういうのが全然ないんで、この辺り。あ、でもそうか、縦品の方に抜けてしまえば、何かしらあるか。一旦山越えて向こうに行ってしまえば。クマいないの？クマはどっかいるかもしれないです。ここシャドウどのくらいですか？今シャドウは、まあ 7,8% もないぐらいじゃないですかね。10% 全然ないです。今標高1940、あと100ちょいぐらい、2000。
大柄時に到着してますが、こんな状況です。で、ずっと霧の中で寒いです。ここは今日は関東とか真夏日というか、赤い太陽のマークが出ている予報ですごく暑いみたいなんですけど、酷暑みたいなんですけど、めっちゃ寒いです。今映った向こうの人たちは今そこから出てきて、山抜き終わって一日歩いてきて、でこのバスで帰るみたいです。皆さんもここであとは暖かい中寝て帰るわけですね。いいな。で、私はこれから女神湖の方のユーストステルの方まで下ります。